ビルジニアイレーナ・ラッチは、イタリアの政治家、第34代ローマ市長を務める。M5S の旗とラッチ1978年7月18日に、首都ローマの第9地区に誕生する。ローマ第3大学で法学を学び、司法と民法を専攻して卒業した。弁護士として開業していたが、やがてベッペグリッドが旗上げしたインターネット政党の5つ。 母子運動と関わるようになった。2009年に m 5 s の政治家だった男性と結婚し、2011年からは、自らもローマ第13地区の支部に所属した。2013年ローマ市議会、市長選挙で m 5 s から出馬して、市会議員に当選、政治家に転じた。2016年6月20日、2016年ローマ市議会、市長選挙に、 市長候補として M5S から立候補し、一時投票で35.26%を得票して第一位となった。決選投票では与党のイタリア民主党が擁立した第二位候補のロベルト・ジャケッチと争い、67.15%を得票して圧勝した。ローマ市で初の女性市長として蔓延する汚職の一層などを公約している。式典に出席する。 ラッチ2016年市長就任直後にローマ市が2024年オリンピックの開催都市に立候補していたのを取り下げフランスのパリ市に開催権を譲ったその際にラッチは130億ユーロの借金をしてまで砂漠に制度を作るべきではありませんと発言して財政出動に消極的であることを示した1960年のローマオリンピック以来となる 首都への大規模な公共投資は行われず、すでに決まっていた約56億ユーロの大型投資も白紙となった。ローマ第二大学の資産では、オリンピック開催で約62億ユーロの増収が見込まれ、さらに4万名の雇用機会が望めていたとされる。2017年2月、拉致の人事に対して2件の不正が取り沙汰され、警察の捜査対象となった。報道によれば、 市長の職権を乱用して、自身の親族が高級を得られるように働きかけた疑惑が持たれている。同年末に、ラッチは、M5S の政治腐敗を防ぐための内部規則に従い、2021年の任期終了後に、市長へ再立候補しないことを約束した。他の M5S の政治家と同じく精神差を期待されていたラッチの姿勢は早くも、市民から失望されつつあり、 世論調査での市民支持率は44%に低下している。2018年、ラッチ市成果で行政サービスが悪化したとの報告が相次いでおり、公共交通機関と廃棄物処理において顕著である。前者については2017年1月以降、整備予算の不足から30台以上の市営バスが火災事故を起こしている。あまりにも急激に頻発する様になったことから、 ラッチの市長当選以降は誰も市営バスの火災でテロを疑わないと冗談の対象にされている。市営バスのサービスを補うために市営の路線へ民間企業の参入を求める署名が展開されている。廃棄物処理については回収作業が3週間に1回程度に減少し、ナポリと同様に市街地にゴミが積み上がる状態になっている。街中には害虫。 ネズミカラスカモメが溢れ返り、山から降りてきたイノシシまで餌を目当てに出没しているという。母校のローマ第三大学で2018年に実施された主要都市の生活水準に関する調査において、ローマ市は2017年の67位から85位に悪化している。ありがとうございます。